サンプルちょっとお勧めさせていただきたいと思うけど、武道と武術とファイトファイトどう違うかちょっとはっきりしてほしいんだけどね。あの、アリシカンは全部技効かないとダメだと、技を全部泳わせて人を殺して怪我させると、ある人の形だけでこういう流れがあってそれが大事だと、そういうあるんですよね。僕は荒川さん先生もそうだと思うんだけど、あの合気道は人、まあ、偉そうに人を殺さない、人を怪我させない、偉そうに言うんだけど、実は自分が守る、生き残る、愛してる人が生き残ることなんですよ。別にあの偉そうで怪我しない、怪我させない、偉そうですよ。自分が守る、まずね、それであの技、あの応用技、本当にあのファイト分からないと何が書かれるか分かりません。守らない本当の技、こう効く技、人を殺す技分からないと技、自分のディフェンスできません。それであのまず一つ、もう一つはそういう技を知らないと間違えて自分が死んじゃう、間違えた人を怪我させる、技完全に分からない。だから武術、ファイティング、知らないとダメだ。でも、階層は全部の1000以上の技をいろいろ見て、一番あの人を、まあ、怪我しない技を僕思うんだけど、それは全部選択して、絞って、これ一番安全の技。だけど、レッドクロスじゃないんだけど、やっぱりそれ知らないとダンスになってしまうんですよ。それであのやっぱり階層は僕の意見ですけど、あのバラからそのトゲを取った。だから今の合気道はあの平和、あの問題にならない、怪我にならない、喧嘩にならない技。だから僕の武道は全部喧嘩を勝つ、あの支配するというか、全部こう。僕ちょっと説明させていただいたかったんですけど、なぜかこういう知らないとダメだと。だからそうならないように、いろんなステップがあるんだけど、それは今の武道に話すんですけど、そういうことだからそう。そのバラからその峠を取って、ね、が安全。でも峠はあるんですよ。その峠どこにあるか取れないんですよ。僕のモード解説はここそのものです、はい。じゃあ、じゃあだからあのこれエボーションしないとダメだと。例えば意味ない意味ない意味ないはこれです。これ。で、こう。で、それは本当の技。それトゲ。ね。でも、そのトゲ知らないと、何かダンスになるんですよ。ダンスになる。手はどこに置いていいのか。自分を守るために。愛してる人を守るために。だから、何が勝ってくるか分からないと、どういう動きに動いていいのか分かりません。先ほど荒川先生も技術もこうだこうだ、それも飾れてない、それをそれ知らないとわざもできないんですよ。それを避けないといけない。だからまずよくこう入って、ここからこう入って、こうなるとこう取ってこう、それを本当の技、その通りを取ってこうね、それでこれじゃなくて、もう一つはこう入って、あとこの何だ、穴、これ種がないと、はい、入っちゃうんですよ。種が入っちゃう。こう入って、こうして、ここから、それと同じ、これと同じように、こういう下から打つ。こう入って、また本当の技はこうで首をひねる。本当はここで首をひねる。で、遠井先生はここからこう押さえて、動いて、この目に入らないで、これが入って、こう。元の技は完全にこう分かる、別にパパまあ簡単だから全然研究しなくていいんだけど、こういう先生はこう入ってちょっと寝かせて、こっちの輪をひねる、
体全体を引いて、でも首が押さえてるから引くんですよ。それで前、私は昔の一ここ一番上座もそうだと思う。一番上あの初めて習った入り替えなんです。はい。入りにならないんですよ。入りに入るんですよ。はい。だから先導先導技です。これが先導技じゃない。ならないんですよ。これ真ん中。真ん中でいろんなことわからない。だからこうなったらこうなったんだよ。どうする。だけどもうわかるからこう入ってる。入ってるから今逆で間違えた、間違えた、わざと間違えた、関係ない、こう入って、関係ない、さっきだから、はい、だからこの技はこう待たないで、回数は、順口は取りから、取りからこう。まず、OK、まずさっき入る。これ、こういう、これはまだまだ難しいですよ。こういう入り替えは、まあ、10年以上かかったんですよ。だから最初は、まず、これをここに寝かせる。こう。しっかりサンドイッチを作って。それで自分の方向を変えて、組みながら行くしかない。これは自由ですよ。ありがとうございます。でもそうしてもならないんですよ。はい、これ頑張ってもこう見くんですよ。頑張るとならない、勝てない。この場合はこれをまず肘を気をつけて、相手がこっちに来るから。こうですよ。これこう入る。それ一番最初の、まあ、僕習った入りになる。その後イブルシュがあって、なぜかというと、やっぱりこれが首だから怪我になりそうなるんだから首にしない。でも動きは一緒ですよ。その動き知らないと、こういう動きになっちゃう。元は受けが嫌ですよ、こうやって。だからこうするんですよ、こうやって。またあっちに行く。あっち、逆方向。同じ前右から関係ない。
関係が、まあ、感じが